はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。久々にひげを剃りました。ウィーンっていうやつで初めて使いましたね。シェーバーってやつ、ウィーンってここも剃ったし、ここも剃ったし、ツルツルです。本当はね、脱毛したいんですけど、こう脱毛したいんですけどね、ひげをね、なんか剃ったらちょっとこう顔が若くなりましたね。はい、今日のお話はですね、今6月の、今日6月の12日です。12日、もう暑いですね。30度超えてます。31度とか32度とかなんですけど、暑いじゃないですか。もう僕地元鹿児島なんですけど、もう鹿児島もね、ニュース見てると鹿児島も30度超えしてるし、34度とか35度とか行ってる地域もあったかな、ニュース見てたらね。でまあこれから、今日もまあ雨降って、今日梅雨入りしたのかな、千葉というか関東も梅雨入りしましたよっていうニュースをさっきやってたんですけど、まあこれから暑くなってきます。その中で、犬をですね、散歩させるじゃないですか。でうちも犬が3匹いて、散歩させるんですけど、暑い中散歩させる人いるじゃないですか。もう例えば昼間の、まあ、1時とか2時とかめちゃくちゃ暑いのに、自分らが暑いじゃないですか。自分らが暑いって感じてるのに、その中日が照ってね、で地面もめちゃくちゃ暑いところを散歩させてる人たちがいるんですよ。で僕は見かけるんですよ、そういう人たちを。でまあ僕正直、何してんだろう、何考えてんだろうって思ってます。そんなに暑い中、道路もめちゃくちゃね、アスファルトもすごい暑いんですよね。暑い中、犬たちは裸足で歩いてるんですよね。肉球がやけどしちゃいます。でそういうその暑い中散歩させてる人たち、地面触ったことありますかね。触ってみてください。暑いんで。で犬って、こう地面触った時に、まあぬるいなって、僕らがねぬるいなって思ったとしても、僕らが触る瞬間って地面こう触った時に3秒ぐらいしか触らないと思うんですよ。3秒も触らないかも。1、2ぐらいしか触んないじゃないですか。で1、2触っただけでの、大丈夫だな、ぬるいな、なんですけど、犬たちが散歩してる時って3秒以上いるんですよね。3秒以上歩いてるんで、アスファルトの上をずーっと裸足で歩いてる状態だから、僕らが 2,3 秒触ってるのとは比べ物にならないぐらい暑いんですよね。それを昼間こう太陽が照って暑い時にこう散歩してる人たち、何をどう考えてんのかなってちょっと僕知りたいんですよね。で僕の今この動画を見てる人の中で、私昼間にいつも散歩してるなって思う方いると思うんですけど、もしいたらですね、コメントください。昼間めちゃくちゃ暑い状態で犬を散歩してるのはなぜですか。それを教えてほしいです。めちゃくちゃ暑いですよ、犬たちは。で僕らが暑いなって思ってるイコール子供たちじゃなかった、犬たちはもっと暑いです。さらに暑く感じてます。アスファルトも近いし、うちのダックスフンドなんて足短いんで、アスファルトの暑さが体に直で跳ね返ってくるからね、この太陽の照らしたのがアスファルトに跳ね返って直で自分のお腹に突き刺さるんで暑いと思うし、さっき話した通り、僕らが地面をね 1,2 秒触って、まだ大丈夫だなっていうのは 1,2 秒触って大丈夫なんですよ。これを10分ぐらいずっと触ってたら、なんか気持ち悪いなってなると思うんですよね。ぬるいなとか暑いなとか、ストレス溜まってくると思うんですよ、人間が触ってても。その状態で犬たちは犬たちは人間より
その熱を感じるのが敏感なのに、その状態で、その熱い状態で散歩をさせてるっていう神経が僕はちょっとわからないんですよね。なので、その暑い中散歩させてる人たちって、あの、何にも考えてないのか、ただ知らないだけなのか、ちょっと知りたいんですよね。で、正直ね、やっぱね、めちゃくちゃ暑いのに散歩させてる人たち見るんですよ、僕が住んでる周りでも。で、それで言おうかなって、なんで散歩させてんのって言うとするじゃないですか、多分怒りますよね。はぁみたいな。まあ、で、僕が例えばね、その散歩させてる人たち側の方に立って、すごい可愛いですね、教えてあげるとするじゃないですか。教えてあげるけど、そんなの知ってるわよっていう人もいるだろうし、注意したら怒るだろうし、だから考えてると、やっぱ犬がかわいそうでね、見てられないっていう風に思いますね。やっぱこの動画を見てる人たちの中でも、そういう風に感じる人っていると思うんですけど、見てられないなとか、かわいそうだなとか、なんで暑い中散歩させんのかなって思いますね。知らないのかな、どうなのかなっていうね。こういう、もう夏になる前とか、もう夏じゃなくてもですけど、散歩行く時にちょっと暑いなって感じた時に、アスファルトをちょっと触ってほしいんですよね。触って、ぬるいから大丈夫だっていうより、なんかぬるいって思ってても、その僕らが触るぬるいは 1,2 秒しか触らないんで、 1,2 秒ポンって触って、うん大丈夫だじゃないんですよね。 1,2 秒じゃなくて、犬たちはその散歩をする、時間ずっと、そのぬるいアスファルトかもしれないけど、僕らからしたら犬はずっとそこを歩いてるんで、10分20分30分歩いてるんで、30分ぐらいそのところ歩いてると熱く感じちゃうんですよね。なので、それで肉球をやけどする子もいるだろうし、それをちょっとこう、なんでだろうって思いますね。なんで散歩させてんのって思っちゃいますね。だからこう考えたんですよ、なんかこう犬たちをこう散歩させてる人たちに、僕がこう取材しに行って、犬、まあかわいそうですよとか、なんで散歩させてるんですかとか、知らないんですかとか、まあ言ってもいいしね、言ったら面白そうだけどね、なんかそういう企画をしたら面白そうだけど、多分喧嘩になるだろうし僕が例えば、いやいや暑いから散歩させちゃダメでしょって僕が言ったとしたら、僕殺されるかもしれないんですよねうるせえよって言ってぐさって刺されるかもしれないし、もしかしたら言われる筋合いねえよって言うかもしれないしね、その人が。で、難しいんですけど、その知っててやってるのか、知らないだけなのか、大丈夫だろって思って散歩してんのか、そのどういう風に考えてんのかを知りたいなっていうのはちょっと思います。なのでね、僕がそこら辺歩いてる散歩してる人たちに声かけてですよ、この暑い中散歩させたら暑いんじゃないですか、かわいそうじゃないですかって言ったら、今言ったみたいにやっぱ喧嘩に多分なっちゃうし、言い合いにもしかしたらなっちゃうかもしれないし、ああそうなんですかって知らない人は言うかもしれないけど、その今この動画を見てる人の中で、よく暑い時にでも散歩に行く人がもしいたらですね、ただ知らないだけなのか、いや暑いけど大丈夫だろうって思って行ってるのか、それをちょっとコメントが欲しいです。コメント来るか分かんないんだけど、知りたいですね、どういう風に考えてるのか。でも多分ここにコメントしちゃうと多分叩かれると思います。お前なんで、暑い中散歩してんだよって、私暑い中散歩してますよ毎日ってコメントしちゃうと絶対叩かれちゃうんで、叩かないでください、その人を。僕はただ知りたいだけです。で、もし
知らない人はこれからちょっと考えるようにしてください。暑いんで犬たちは、暑い時には散歩行かないでください。もう本当に夏とかだったらもう朝の8時とかでもめちゃくちゃ暑いんで、道路がね、アスファルトが。なので本当に暑いのか暑くないのかしっかりこうアスファルトを触って 1,2 秒じゃなくて10秒とか20秒とかずっと触っててみてください。そしたらずっとなんかね暑くなってくるんで、暑ってなるんで、それで暑って感じたらもう散歩行かない方がいいと思います。であと散歩する時間帯とかもちょっとこう決めた方がいいかもしれないですね、僕からすると。いや大丈夫だろ別にって思う人がもしいるとしたら、僕はもうその犬がかわいそうでしかないんで、そのかわいそうだなって、飼い主もうちょっと犬のこと考えてほしいなってやっぱ思っちゃうんで、なのでね、もし今動画見てる人で私何も考えてないですよって私何も考えてないですよってコメントする人はいないと思うけど、その僕の動画を見て、この動画を見てですよ、この動画を見て、あ、私暑い時何も考えないで散歩してました、してた人はね、してましたって書いてほしいです。書いて、僕の動画を見て暑いところ暑い時に散歩しちゃいけないっていうのは初めて知りました、今まで知らなかったですって書いてほしいんですよね。書いてほしいです。それで僕は、あ、知らない人もいるんだなっていうふうに思いたいですね。あ、知らないんだあの人は、あの人も知らないのかなとか、知らないのかな、どうなのかな、わざとやってんのかなっていうこの疑問だらけなんですよね。知らないのかなとか、わざとやってんのかなとか、何も考えてないのかなとか、だからもし知らない人がいるのであれば、私は知らなかったです、教えてくれてありがとうございますとか、何でもいいんですけど、いやちょっと気をつけるようにしますとか、あ、知らない人もいるんだなって納得したいんですよね。知らない人いないでしょっていう気持ちもあるんですよ僕が。いや知ってるでしょみんなって、知ってるのにやってんのって思っちゃうんで、犬飼ってるなら知ってるでしょっていう気持ちもあるし、でも僕犬飼い始めた時に知らなかったですこのことは。なので知らない人もいるんだろうなっていう気持ちもわかるし、どっちもわかるし、知ってるけど別一緒って何も考えてない人もいるかもしれないんで、そこはちょっとね、どれぐらいの割合でいるのか知りたいですね。もうできればコメント欲しいです。このことに関してはちょっとコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。